天気簿、芥川龍之介。一。僕の母は狂人だった。僕は一度も僕の母に母らしい親しみを感じたことはない。僕の母は髪をくし巻きにし、いつも芝の実家にたった一人座りながら、長キセルでスパスパタバコを吸っている。 顔も小さければ体も小さい。そのまた顔はどういうわけか少しも正気のない灰色をしている。僕はいつか清掃記を読み土工期泥収味の後に出会った時に、たちまち僕の母の顔を痩せ細った横顔を思い出した。こういう僕は僕の母に全然面倒を見てもらったことはない。 何でも一度僕の養母とわざわざ二階へ挨拶に行ったらいきなり頭を長キセルで打たれたことを覚えている。しかし大体僕の母はいかにも物も静かな狂人だった。僕や僕の姉などに絵を描いてくれと迫られると四つ折りの藩紙に絵を描いてくれる。絵は墨を使うばかりでない。 僕の姉の水絵の具を幸楽の子女の衣服だの草木の花だのになすってくれる。それらの画中の人物はいずれも狐の顔をしていた。僕の母の死んだのは僕の十一の秋である。それは病のためというよりも衰弱のために死んだのだろう。 その死の前後の記憶だけは割合にはっきりと残っている。既得の伝報でも来たためであろう、僕はある風のない深夜、僕の養母と人力車に乗り本所から芝まで駆けつけていった。僕はまだ今日でも襟巻きというものを用いたことはない。が、特にこの世だけは、 南がの山水か何かを描いた薄い絹のハンケチを巻きつけていたことを覚えている。それからそのハンケチにはあやめ香水という香水の匂いのしていたことも覚えている。僕の母は2階の真下の8畳の座敷に横たわっていた。僕は4つ違いの僕の姉と僕の母の枕元に座り、二人とも 絶えず声を立てて泣いた。ことに誰かうし、僕の後ろで、ご臨終ご臨終と言った時には、一層切なさの込み上げるのを感じた。しかし、今まで名目していた、死人に等しい僕の母は、突然目を開いて何か言った。僕らは皆、悲しい中にも小声でくすくす笑い出した。 僕はその次の晩も僕の母の枕元に夜明け近くまで座っていた。が、なぜか昨夜のように少しも涙は流れなかった。僕はほとんど泣き声を立たない僕の姉の手前を恥じ、一生懸命に泣く真似をしていた。同時に、また僕の泣かれない以上、僕の母の死ぬことは必ずないと信じていた。 僕の母は三日目の晩にほとんど苦しまずに死んでいった。死ぬ前には正気に帰ったと見え、僕らの顔を眺めては止めどなしにポロポロ涙を流した。が、やはり普段のように何とも口は聞かなかった。僕は脳幹を終わった後にも時々泣かずにはいられなかった。すると、 王子のおばさんというある登園のおばあさんが、本当にご関心でございますね、と言った。しかし僕は妙なことに関心する人だと思っただけだった。僕の母の葬式の出た日、僕の姉は遺灰を持ち、僕はその後ろに功労を持ち、二人とも人力車に乗っていった。 僕は時々居眠りをし、はっと思って目を覚ます拍子に危うく功労を落としそうにする。けれども、夜中へはなかなか来ない。かなり長い葬列はいつも秋晴れの東京の街をしずしずと練っているのである。僕の母の命日は11月28日である。また、開苗は、 奇妙院妙状日清大師である。僕はそのくせ僕のジッの命日や開妙を覚えていない。それは多分十一の僕には命日や開妙を覚えることも誇りの一つだったためであろう。二。僕は一人の姉を持っている。しかしこれは病心ながらも、 二人の子供の母になっている。僕の天気簿に加えたいのはもちろんこの姉のことではない。ちょうど僕の生まれる前に突然溶接した姉のことである。僕ら三人の兄弟の中でも一番賢かったという姉のことである。この姉を初子と言ったのは長女に生まれたためだったであろう。僕の家の仏壇には未だに はっちゃんの写真が一枚小さい額縁の中に入っている。はっちゃんは少しもか弱そうではない。小さいえくぼのある両頬など熟した杏図のように丸々している。僕の父や母の愛を一番余計に受けたものは何と言ってもはっちゃんである。はっちゃんは芝の新鮮座から わざわざ築地のサンマーズ夫人の幼稚園か何かへ通っていた。が、土曜から日曜へかけては必ず僕の母の家へ、本所の芥川家へ泊まりに行った。はっちゃんはこういう外出の時には、まだ明治二十年代でも今めかしい洋服を着ていたのであろう。僕は小学校へ通っていた頃、はっちゃんの着物のはぎれをもらい、 ゴム人形に着せたのを覚えている。そのまた歯切れは言い合わせたように細かい花や楽器を散らした白来のキャラ子ばかりだった。ある春先の日曜の午後、はっちゃんは庭を歩きながら座敷にいるおばに声をかけた。僕はもちろんこの時の姉も洋服を着ていたように想像している。おばさん これは何という木どの木このつぼみのある木。僕の母の実家の庭には背の低いボケの木が一株古い土へ枝を垂らしていた。髪をおさげにしたはっちゃんはおそらくは大きな目をしたままこの枝のトゲトゲしいボケの木を見つめていたことであろう。これはお前と同じ名前の木。 おばのしゃれはあいにく通じなかった。じゃあ、バカの木という木なのね。おばは、はっちゃんの話さえ出れば、未だにこの問答を繰り返している。実際また、はっちゃんの話といっては、その他に何も残っていない。はっちゃんはそれから、幾日も経たずに、棺に入ってしまったのだろう。僕は小さい位牌に掘った、 はっちゃんの戒名は覚えていない。が、はっちゃんの命日が4月5日であることだけは、妙にはっきりと覚えている。僕はなぜかこの姉に、全然僕の見知らない姉に、ある親しみを感じている。はっちゃんは、今も存命するとすれば、四従を越していることであろう。四従を越したはっちゃんの顔は、あるいは、 芝の実家の2階に呆然とタバコを吹かしていた僕の母の顔に似ているかもしれない。僕は時々幻のように僕の母とも姉ともつかない四重格好の女人が一人どこかから僕の一生を見守っているように感じている。これはコーヒーやタバコに疲れた僕の神経の仕業であろうか。 それともまた何かの機会に実在の世界へも面影を見せる超自然の力の仕業であろうか。三。僕は母の発狂したために生まれるが早いか陽家に来たから、陽家は母方の叔父の家だった。僕の父にも冷淡だった。僕の父は牛乳屋であり、 小さい成功者の一人らしかった。僕に当時新しかった果物や飲料を教えたのはことごとく僕の父である。バナナ、アイスクリーム、パイナーアップル、ラム酒、まだその他にもあったかもしれない。僕は当時、新宿にあった牧場の外の菓子の小墓毛にラム酒を飲んだことを覚えている。 ラム酒は非常にアルコール分の少ない、投稿食を帯びた飲料だった。僕の父は、幼い僕にこういう珍しいものを勧め、陽気から僕を取り戻そうとした。僕は人や、大森のウオエーでアイスクリームを勧められながら、露骨に実家へ逃げてこいと口説かれたことを覚えている。僕の父はこういう時にはすこぶる、 苦言霊職を、お、した。が、まあ、あいにくその勧誘は一度も功をなさなかった。それは、僕が妖家の父母を、特におばを愛していたからだった。僕の父はまた短期だったから、たびたび誰とでも喧嘩をした。僕は、中学の三年生の時に、僕の父と相撲を取り、僕の得意の大外刈りを使って、 見事に僕の父を投げ倒した。僕の父は起き上がったと思うと、もう一番と言って僕に向かってきた。僕はまた造作もなく投げ倒した。僕の父は三度目には、もう一番と言いながら、血相を変えて飛びかかってきた。この相撲を見ていた僕のおば、僕の母の妹であり、僕の父の後沿いだったおばは、二三度僕にめくばせをした。 僕は僕の父とも見合ったのち、わざと仰向けに倒れてしまった。が、もしあの時に負けなかったとすれば、僕の父は必ず僕にも掴かみかからずにはいなかったであろう。僕は28になった時、まだ教師をしていた時に、父入院の電報を受け取り、総校と鎌倉から東京へ向かった。僕の父は、 インフルエンザのために東京病院に入っていた。僕は彼かこれ,かれ3日ばかり、陽家のおばや実家のおばと病室の隅に寝泊まりしていた。そのうちにそろそろ退屈しだした。そこへ僕の婚姻にしていたあるアイルランドの新聞記者が一人、築地のある町合へ飯を食いに来ないかという電話をかけた。僕はその新聞記者が近く渡米するのを口実にし、 水死の僕の父を残したまま、築地のある町合いへ出かけて行った。僕らは四五人の芸者と一緒に、愉快に日本風の食事をした。食事は確か十時頃に終わった。僕はその新聞記者を残したまま、狭い段橋号を下って行った。すると誰か後ろから、あーさんと僕に声をかけた。僕は中段に足を止めながら、 ダンバシゴの上を振り返った。そこには気合わせていた芸者が一人、じっと僕を見下ろしていた。僕は黙ってダンバシゴを下り、玄関の外のタクシーに乗った。タクシーはすぐに動き出した。が、僕は僕の父よりも、みずみずしい西洋髪によった彼女の顔を、ことに彼女の目を考えていた。 僕が病院へ帰ってくると、僕の父は僕を待ちかねていた。のみならず、二枚寄りの病風の外に、ことごとく余人を引き下がらせ、僕の手を握ったり撫でたりしながら、僕の知らない昔のことを、僕の母と結婚した当時のことを話し出した。それは、僕の母と二人でタンスを買いに出かけたとか、寿司を取って食ったとかいう、 さまつな話に過ぎなかった。しかし僕はその話のうちにいつかまぶたが熱くなっていた。僕の父も肉の落ちた頬にやはり涙を流していた。僕の父はその次の朝にあまり苦しまずに死んでいった。死ぬ前には頭も狂ったと見え、あんなに旗を立てた軍艦が来た、みんな万歳を唱えろ、などと言った。 僕は僕の父の葬式がどんなものだったか覚えていない。ただ僕の父の死骸を病院から実家へ運ぶとき、大きい春の月が一つ僕の父の旧舎の上を照らしていたことを覚えている。四。僕は今年の三月の半ばに、 まだ回路を入れたまま、久しぶりに妻と墓参りをした。久しぶりに。しかし、小さい墓はもちろん、墓の上に枝を伸ばした一株の赤松も変わらなかった。天規模に加えた三人は、港の谷中の墓地の隅に、しかも同じ石灯の下に彼らの骨をうずめている。僕は、 この墓の下へ静かに僕の母の棺が下ろされた時のことを思い出した。これはまたはっちゃんも同じだったであろう。ただ僕の父だけは、僕は僕の父の骨がしらじらと細かに砕けた中に金馬の混じっていたのを覚えている。僕は墓参りを好んではいない。もし、 忘れていられるとすれば、僕の両親や姉のことも忘れていたいと思っている。が、特にその日だけは肉体的に弱っていたせいか、春先の午後の日の光の中に黒ずんだ石灯を眺めながら、一体彼ら三人のうちでは誰が幸福だったろうと考えたりした。影楼や、塚より外に住むばかり。 僕は実際この時ほどこういう上層の気持ちが押し迫ってくるのを感じたことはなかった。